皆さんは災害をイメージできますかこちらの映像は台風19号が通り過ぎた次の日の相模原市の様子です大規模な土砂災害が発生しています正直言葉にならないような悲惨な状況ですこの水たまりここにはもともと道路が通っていました そしてその脇には民家も建っていました土砂はこれらを丸ごと飲み込んでいますこれが現実として起こっています起きてしまった災害をなかったことにすることはできませんただ二次災害を防ぐことそして災害を後世に伝えていくことは可能です被害に遭ってしまった地域の方としては 消し去りたい記憶かもしれませんただこの災害と正面から向き合うことで道は開けてくると思いますまた被害を免れた方も今回の台風を機に自分に起こりうる災害としっかりと向き合って自分の命や町について考えていただきたいと思います